皆さんこんにちは、レナです。今日は雨の中で油そばを食べたいと思います。油そばやってきました。あの人生初なので、油そばは何かよくわからない。油そば人生初ですか？はい。イメージはどうですか？油にそばが入ってる、それなんかあんまり美味しくなさそうだから、今日はぜひぜひ社長に油そばを食べてもらいたくて連れてきました。早速注文していきますか？あ、オッケー。じゃあ本当に油にそば？そう、油にどっぷりそばが入ってる。さあ、そういうイメージです。オッケー、行きましょう。ではでは早速食券からまず買います。じゃあ油そば並盛り。並でいいかな。辛味噌もあるわ。そうなんだ。あ、じゃあ2人いるから普通の油そばと辛味噌でしょうか。波大盛りダブル盛り。はい、どうします？あ、こういうのがあるよ。トッピング。これ美味しそう。もう完璧じゃん。レナのスープ全部入ってる。サイズはないんだけど。お、波盛り来ました。さっきはダブルにする。いや、これ波盛りで大丈夫。はい。ちなみにレナ、ここにもさ、トッピング他にもあるからね。何がある？柚子胡椒、ニンニク、生ニンニク。全部食べてみる。ここにあの美味しい食べ方って書いてある。本当だ。ここにちゃんと書いてある。美味しい食べ方。だからこれをつけるっぽい。熱い間にお酢とラー油を丼に回し入れる。ここやね。お酢とラー油。あ、で波盛りなら2周、大盛りなら3周、ダブル盛りなら4周かけてください。めっちゃわかりやすいよ。外国人でもわかる。ありがとうございます。で、ここにすぐかき混ぜて熱いうちに召し上がってください。わかりましたか？美味しそう。あの私あの知らない人みたいな人に油そばとはって書いてあるよ。本当だ。スープの代わりに特製のタレと特別にずるした油そばを調合したお酢とラー油を、読めるでしょうか？の、はい、熱々。これ熱々。そう、熱々。麺にかき混ぜて。絡ませて。はい。どうして？楽しいですか、人生初の油そば。ここにヘルシーって書いてあるよ。嘘。どこに？ヘルシー。よかったじゃん。ヘルシーなんで、どんなに食べても太りませんって書いてある。カロリーがラーメンのほぼ3分の2。一応は半分です。塩分は約半分。めちゃくちゃヘルシー。ってことは、これ2杯食べても普通のラーメンの1杯分でございます。だいぶイメージついた。油そばの説明読んで、まあ、さっきの写真があのメニューにあったから、あそこ写真ちょっと載ってるのか、こうなんかスープのないラーメンみたいな感じ。イエス。カウンターだけのザ・ラーメン屋っていうのもそうだ、ね、いいよね。ドイツにはなかなかないよね。ラーメン屋さんはあるけど、みんなテーブルで食べるじゃん。そう、カウンターの日本のザ、まあ、ラーメン屋さんはあんまないかもね。日本のラーメン屋しかないよ。来ました。うわこれめっちゃ美味しそうだよ。変な油のに浮いてるそばをイメージしたらこれが来たからなんかすっごいめちゃめちゃ美味しそうだね。あ、イメージとは全然違った？それは全然違うよ。イメージしてたのは油の海にそばがドローンと浮かんでるやつ。そう。ちなみに社長さん注文したのは油そば普通のやつにモリモリトッピング。もう本当にめっちゃ全種類なんじゃない？で、俺が注文したのが辛味噌油そばの。何が違う？トッピングがちょっと違う。このチャーシューがない。あ、本当だ、チャーシューだけ。社長さんのデラックスと部下の普通のトッピング。そうだ、身分の差が出ましたね。じゃあこれだね。あ、さっき学んでましたもんね。これお酢とラー油を2周ずつ。2周ずつ、並盛りだから。 OK、 いい？いいよ。1、2、こんな感じ。そうそうそう、うまいですね。1、あ、美味しそう。2、やばうまそうやな。で、熱いうちに混ぜるって書いてあったよ。半熟卵が入ってるのが私の好きなところだよね。卵大好きだっけ？卵大好きだけじゃなくて、あの半熟卵が大好き。なんか日本の温泉卵が大好き。あのドイツに温泉卵がないよ。ドイツはあれだもんね、卵生とかで食べちゃダメだもんね、そもそも。生は食べちゃダメだ。見てこれ、めっちゃクリーミーな感じの。俺見てる人絶対今度行きたくなるでしょ。それはそうだよ。うまそう。これめっちゃ美味しそうだよ。うわー。じゃあではでは私の方も作ってみます。2周、はい。これ3周だったよ。僕あるあの人の好みがありますので。俺は3周行く派です。波の谷高がそんなにあのあ、これだ、うん、
3週半だったよ。大丈夫かな。文句あります。人の食べ物に文句あります。大丈夫かな。ほら見て、辛味噌出てきた。そうだね、比べたらなんか、真っ赤だね。色違うもんね。これ、めちゃくちゃ美味しそう。あ、美味しい。一人で食べないでもらっていいですか。じゃあ、いただきます。どうぞ。人生初油そば。これめちゃめちゃ美味しそうだよ。めっちゃ美味しい。今の顔めっちゃうまそうやったんじゃない。あれ、思ってた全部違う。全部違う。常識が覆されました。この麺がすごい太くてもちもちしてて、そうね、ソース、スープ、うん、なんていうかけたタレね、タレがなんか濃くない、味が濃くないし、油濃くもないし、もともと油の海を予想してましたからね。めっちゃ美味しいよこれ。箸が止まっておりません、うん、社長の箸が止まっておりません。あと卵のクリーミーさが出てきた。あ、マジで大盛りにすればよかったんじゃない。の卵を2個にすればよかった。卵の方。社長さん、さっき自分で頼んだ水餃子も来ましたよ、うん、サイドメニューでこういう水餃子がある。これもめちゃめちゃもちもちでうまそう、ね、この店はこれしかサイドメニューとしてないから。あるよまだ、水餃子とつまみチャーシューとつまみメンマもある。それはメンマとチャーシューでしょ。だからこれビール飲む親父にも最高かもしれない。今日さ、お昼に来たじゃん。まだ外明るいから、さすがに昼からはね、どんだけ親父社長でもね、ビールは控えましたね。そう、いただきますよ。これがビールに合うわ。いいでしょうね、うん、見てこれ、もちもちそうだよね。もちもちだよ。しかもなんかちょっと辛そうなタレじゃない。辛くはない、ちょっとだけピリッとする。本当にビールが進みそうな。頼みますか社長さん。大丈夫ですか。大丈夫。お昼にはまだ、飲まなくていい。ちなみにドイツ人は朝からビール飲むので。チャーシュートッピングもしたから、このめっちゃ厚切り見て。このチャーシューすごくない。厚切りチャーシュー、さすがにこれはヘルシーじゃないと思った。あ、ごめんなさい、余計なこと言いました。うーん、これ美味しいチャーシューだよ。これ1枚くれる？俺入ってなかったから。優しいからね。 ありがとうございます、社長さん。くれました。あ、めっちゃ美味しいね、これ。油そんなに乗ってないところから噛んだかもしれないけど、なんか全さっぱりしてる。さっぱりしてる。社長さん、ちなみにね、トッピングもあるからね。味変ニンニク。それね、つぶし生ニンニク。それいいんじゃない。こっちにもあるよ。ゆずこしょうとニンニク、生ニンニク。ニンニクとニンニクとニンニクはちょっと多いかもしれないけど、これちょっとトッピングする。これまた味変わりそうだね。社長はあれだよ、ニンニク大好き大魔王だからね。そうだよ、口から毎日ニンニクの匂いがする大魔王だからね。残念ながらタカはそれと結婚してる。うん、うん、ニンニクめっちゃ合う。まあ、ニンニク何でも合うけどね。大魔王の評価は大丈夫ですか。合格ですか。めっちゃうまい。めっちゃうまい。じゃあ柚子胡椒も入れてみよう。柚子胡椒はちなみに私も大好きだよ。そうだよね。ニンニクはもちろんドイツとかにもあるけど、柚子胡椒は日本にしかなくて、ドイツはなかなかないの。柚子胡椒に出会った時になんかすごい感動します。人生観変わりました。そう、変わりましたよ。柚子胡椒めっちゃ美味しいから。うん、あ、これも美味しい、うん、味全然変わる。基本的に柚子胡椒はなんかお肉とかにつけたりするけど、つけるね、ステーキとかよくつける。 麺で食べたことなかった。確かに、言われてみるとそうかも。ラーメンとかこういう油そばにすっごい相性がいい。箸止まってますね、うん、すごい勢いで食べてますね、社長さん。もうなくなりつつあるから、ちょっと貸して。何を？俺の一人で2杯食べてる絵になってる今。、うん、辛いね。どうしたらどうした。だいぶピリッとする。ちなみに社長さんは辛いのは苦手です。めっちゃ辛いけどめっちゃ美味しいね。いや、うまいよ、パンチあって。そう、辛いのが好きな人はこれ注文した方がいい。タカ、ちなみに水餃子食べた、めっちゃうまい。美味しかった。さっきレナ言ったけど、ここはさっきレナ言ったけど、ビールにめっちゃ合う味してる。
もちもち水餃子のところもまたいいよね。ちなみにレナね、ここのテーブルに玉ねぎもあるから、ここにそれもトッピングできるよ。あ、はいはいはい、さっぱりするとこ。ネギが足りない人は玉ねぎもトッピングする感じ。そう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 、うん、あ、なんか辛くはない、シャキシャキしてる、美味しいよ。うん、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 大丈夫、うん、おほ、おほゴリラ見たさ急にあ、どうしたのかしら、柚子胡椒入れちゃって。柚子胡椒はもうこれ全部で柚子胡椒味で食べたい。柚子胡椒とニンニクと、いや、柚子胡椒だけ。ニンニクよりも柚子胡椒がうまかった。イエス、日本人や。そうだよね、もう日本人や、それ日本人なんよ。もうこのアングルマジでうまそうなんだけど。うん、うん、もう日本人や、うん、イメージしたと全然違う。最初のなんで油そばの名前になったんだろう。あ、だからあれじゃない、下にさ油のタレを浸してるから油そばなのかな。名前なんで呼んだの。中華そばがあるでしょ、うん、ラーメンでしょ。ラーメン、なんでそばがラーメンについたの、そもそも。それは詳しくは分からんね。言語に詳しい方コメントで教えてください。外国人にもさ、うん、流行るかもね。名前で一見すると油そばってなんだってなるけど、別になんだってならないと思うけど。オイルヌードルでしょ。オイルヌードル名前やばない。でもラーメンすごい流行ってるでしょ。流行ってる、外国人前だで、あのみんな一蘭とか行くでしょ。行く。だからここおすすめだよね。ここおすすめだね。シャルさん、もうほとんどございませんね。ね、ものすごいスピードで食べてますね。でも波が足りない可能性があるよ。鷹のものを取るか、レナはね、次は大盛りを注文するか。絶対にね、ダブル盛りにした方が良かったよ。ダブル盛りは難しいかもしれないけど、あの最後に残ってる、うん、あのネギがめっちゃあるでしょ。これもそうやね、美味しいよ。お相撲さんやん。美味しかった。はい。タカの最後のもう食べたから辛かった。はい。でしょうね。ごちそうさまでした。はい。ということで美味しかったです。食べましたね。油そば。油そばとは。これも書いてある。じゃあ入らなくても分かるようにここに書いてあるよ。これさ、英語でメニューちゃんと作ればいいのね。そしたら外国人もっと増えるかもしれないよね。あ、あるかもしれないよ。英語のメニューとか。ちなみにポイントはここです。カロリーはなんとラーメンの3分の2。レナ社長が大喜びです。中にヘルシーって書いてない、今回中にヘルシーって書いてあったというわけでこの動画はここで終わりにします。皆さんは油そばのおすすめのレストランがありましたら教えてください。油そばドハマりしました。これからあの油そばの動画をばかり出すことになるかもしれない。というわけでこの動画が楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。